エモヤンの人生ふらりつまみ食い。エモの竹野でございます。今日も浅草飯で、行きつけの、韓国料理でございます。ナルトです。ちょっと奥まったところにこの店はありますけど、なんせ韓国料理のいろんな、種類がいっぱいありますけど、ここで何がうまいかっつっても、私はニンニクの醤油漬け、こんな玉の醤油漬けを必ず頼むんですけど、それ以外にも、メニューが豊富で、海鮮チヂミ、それから大好きなトッポッキとかね、あとケジャンとかね、今日はいつもプルコギを食べるんですけど、今日はサムギョプサン、これはね向こうでやってきてもらうんですけどね。でこの店はね、この親父さんと、お母さんと、あと娘さんが一人います。はい、すいません。いろんな種類の、とにかく、食べ物があって、締めはいつも石焼きビビンバで締めるんですけどね、なぜキムチの盛り合わせ、それからエゴマの葉っぱとかね、エゴマのね醤油漬けとかっていうかね、これはもうお付き合いになる、私は大好物で、これがあると、食が進んでくるというね、そういうお店でございまして、あとこの全部メニューを全部行くのは相当時間がかかるんですけど、またおすすめを皆さんにご紹介しますので、あとね、蒸し鶏とね、蒸し豚っていうのは、これがね、作りたての時の、この2種類がね、これはもう絶品中の絶品ですね。ちょっと浅草の中、ちょっと3丁目からちょっと中入ってきたと思うんですけど、韓国料理のね、ナルトです。ぜひ皆さんもね、ここへ来て、何でも頼んでください。もうとにかくね、何食ってもうまい。もう本当にいつも言うようですけど、仲間内皆さん連れてくるとね、もう大喜びで、また来たいっていう人たちが大勢いますので、皆さんもぜひね、この、ナルトに来てもください。よくありがちな最初に突き出しっていうか、これは5種類ほどダーッと出てきまして、で、ついでに言っておきますけども、先に出してもらうこのニンニクの醤油漬け、これね、青森産だそうです。でもこれの漬け方がね、抜群ですからね。ちょっと食べます。うまい。これもね、だいたい1人前じゃ足りません。体の2人前、そんなことで、韓国料理、こう焼肉じゃありませんけどね、の料理が、伝統的な料理とかね、それからキムチもチョンガーキムチとかね、作ってそれを出してもらったりね、いろんな意味で、ここは食のね、本当に韓国の文化がこうびっちり入ってるっていうね、そういう店ですね。ぜひ、浅草ナルトに食べてみてください。来てみてください。料理が来ました。もう先から先に食べてますけど、千枚の、刺身です。これはサムギョプサル、これはもう私の大好きなエゴマのサラダですね。キムチはこちらのキムチ、ニンニクもうほとんどありません。そんなことで、政府は緊急事態宣言をまた何回も出したとかって今記者会見やってますけど、もう私は一切関係ありません。私はもう自由にうまいものを食って自由に、過ごしますので、好きなようにやってください。飲食かわいそうですね、相変わらずね、本当にこんないいものをいっぱいみんな食べてね、心豊かにコロナに対応していくという方がもっと対策になるんじゃないでしょうかね。皆さんもぜひいいものを食べて、おいしいものを食べて、今日も私は、がんで胃を切腹して以来、もう5年目に入って、今日もお医者さんから、
太鼓判が押された最大の理由は食欲がすごいですねって言われました。食欲が全てを、まあ、なんとか制するというかね、悪いものを制するというね、私はひたすらこういう社会状況の中でもまだ自分の環境の中でもね、食を一番大事にします。今日もまだまだ出てきますよ。まだまだこんなもんじゃないです、そういうことで皆さんもぜひお試しくださいませ。では、これね、サムギョプサルという食い方があるんですけど、これこうやって食うんですよ。このエゴマの葉っぱで。うん、めちゃくちゃうまい。この石焼きビビンバに入れるこれなんですけど、コチュジャン、コチュジャンをドロッと入れてもらう方が俺は大好きなんです。今入れちゃいます。今入れちゃう。もう入れて。これでも入れない人はいるんですよ。ほとんどが入れます、ね。入れるよね。うん、ここのコチュジャンはうまいんだこれ。これが大体伊豆の締めで食いますから。石焼きビビンバもお客さんが言うんですよ。同じビビンバも石焼きビビンバも、うん、焼肉屋さんのものとはちょっと味が違う。ああ違うね、焼肉屋と違う、ね、焼肉屋は韓国料理だからです。足りなかった、何事も足りなかったらまた、はい、ありがとうございます。こっちじゃん、こっちじゃん、バンバン。で、俺が大好きなヘナで、もう一つ、トッポッキ、これは絶対外さないです。この韓国料理的な、このトッポッキがね、これたまらず、みんなご飯食べますから、お餅がうまいですよ。これを食った上にまだ石焼きできる、これで締めたいうことで、サッカー場とかね、1万人も以上人が来て、やってますよ、人が集まって。終わってから飯食いに行くとこないんだよね、本当に、ぼやかずに行かれます。以上です。